と思います。改めまして皆様こんにちは。こんにちは、はい、本日はようこそ仙台みなもり水族館へとお越しくださいました。さあ今日はですね、王様ペンギンのひなの愛称発表ということでたくさんの、ね、方にお集まりいただいているんですけれども、まずはひなの紹介から行っていきたいと思います。さあ、話題になったひななんですが、2018年8月15日生まれということで今日より1年前に、ペンギンですね生まれました。さあそのひななんですがお姉さんが、はい、来てくれております。さあ皆様向かって右手側ですね、大きな、ガラスの前あたりですね、ちょっとうろうろしてますけれども、はい、今指さしてくれてます。あちらがですね、1年前に生まれましたひなとなっております。ですね、生まれた日の体重はなんと 217g と、大人のお客様でいうと手のひらサイズのペンギンと、ね、いうわけだったんですね。さあそれが今となってや、体重はなんと 12kg、ね、とっても大きく成長していきました。さあそんなひななんですが、今年の7月には、男の子という性別がですね分かりまして、それをきっかけに、お客様への、ね、愛称募集も始めております。さあそして、今年の1月下旬には、大きすぎるペンギンのヒナということで、ヒナではありながらも大人よりもですね大きく見えたことからとってもですね皆様に話題となって、親しまれたというわけなんですけれども、さあそんなヒナ、お父さんとお母さんだけご紹介をしていきます。お母さんですね、なんとヒナの今隣にいます。はい、奥側にいます。赤いバンドをつけているのが女の子で、赤バンドをつけている、そのままで赤ちゃんです、はい、そしてお父さんはですね、どこにいるかと言いますとちょっと皆様から見えにくい場所にいます。でお姉さん指さしてくれてますけれども、赤と黄色のバンドをつけております。そのままで赤木くんです。はい、ね、そちらのひななんですが、パパそっくりということで赤木くんですね。とても男前で凛々しいんですけれども、そちらにそっくりな、男前な子供が、ね、成長してきてくれています。さあどれがねひなかわからないという方も、たくさんいらっしゃると思います。先ほど紹介したように、お父さんとお母さんのようにですね、これからこのひなもバンドがつきます。青と黒のバンドを今後つけていく予定です。今日中にはつくかと思いますので、ぜひ皆様、ね、またバンドがついたら探しやすくなりますので探してみてください。さあ紹介は以上となりましたので、早速名前発表に移っていきたいと思います。さあ今日はですね、くす玉を割って名前の発表というわけなんですけれども、今日ですね、手伝ってくれるペンギンさんを呼んでいきたいと思います。皆様から向かって右側から登場してきます。クンボルトペンギンという種類のペンギンで、お名前サボくんが一緒に頑張ってくれます。たくさんのお客様の前で緊張しないでね、頑張ってねまあそれではくす玉1回限りですので、皆様見逃さずにお願いしますね。私も成功するかヒヤヒヤしております。サボくんもどうやら緊張しているようなんですけれども、大丈夫かな。はい、では頑張ってみましょう。それではお待たせしました、名前の発表いきたいと思います。準備は大丈夫ですか？サボくん頑張って。さあゆっくりゆっくり、皆様ちょっとじらされてますけれども、さあサボくん頑張って開くんでしょうか。仙台のシンボル、新しい仙台みなもり水族館のシンボル
ですね、木と同じようにですね、すくすく成長してもらいたいと思っておりますので、ぜひ名前もですね、決まったことですし、皆様愛称をですね、覚えていただいて、またよりよくですね、親しみを持ってもらって、ケヤキくんにまた会いに来てもらえればと思います。さあ、サボくんもちょっとサボくんがケヤキくんみたいになってるんですけれども、皆様、王様ペンギンがケヤキくんですので、ね、覚えてもらえればと思います。それではサボくん、お手伝いありがとうございました。どうやらそこにいたようなので見てもらいましょうかね。ということで、名前の発表は以上となります。これからもですね、ぜひ王様ペンギンのケヤキくん、それ以外にもたくさんのペンギンたちおりますので、仙台海の森水族館のペンギンたち、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。さあ、以上で名前発表は終了とさせていただきます。